コンベンション、アメリカのコンベンション自体、僕もともと怪獣映画をいっぱい撮っていたので、その怪獣のコンベンション毎年シカゴで行われている。3回ぐらい参加したことがあって、今回アニメエキスポってそのアニメに特化されている、特にそのアニメやゲームに特化されている、ファンタジックなものをキャラクターだったりそういう世界観というものを本当に愛している人たちがいっぱい集まっている。我々日本人でもよくわからないぐらいのコスプレの人たちがいっぱいいるっていうのがかなり衝撃でしたね。しかもその人たちがダウンタウンの街を歩いてやってくるっていうのは、僕はなんか初めて、ロサンゼルスに何度も来たことあるんですけど、それこそ25年前に仕事で来てたこともあったんですけど、その頃にはそういう人たちはいなかった。この25年の間に日本のアニメーションを好きな人がこんなに増えて、しかもその人たちがすごい情熱的に、なんだろう、日本のアニメーションを愛してくれているっていうことがかなり僕にとっては衝撃でしたね。しかもこっちが予想もしないものが好きだったりするんですよね。本当それは僕もむしろ教えてほしい。みんな何が魅力的なんだろうか。僕にとってアメリカのオーディエンスの共感点って、どっちかというとマーベル、そのコミコンにいっぱいうろうろしてるマッチョなヒーローの方が俺はアメリカ的だと思うんですね。でもやっぱりどっかその日本のアニメのキャラクターってマッチョじゃないと思う。すごい繊細なんですよね。パッと見やっぱおとなしく見えたりとか、すごく繊細、それは弱そうに見えたり。我々日本人ってやっぱそんなに強くはない。だけどどうしたら強くなれるだろうか、それ戦いに勝てるだろうかっていった時に、必ず大きな何かを手に入れようとするんですね。一番の象徴としてはやっぱりロボットってものがある。ロボットだったり自分がモンスターに変身するとか、そういったものがやっぱりなんだろう、日本人のその非常にそのなんか弱いけど勝ちたいっていう気持ちを反映してるんじゃないかと思うんですよ。それはむしろアメリカの人たちにもそういう心があるのかっていうのが僕にとっては驚きでしたね。僕は本当中学2年生だったんですけど、その時に見たガンダムっていうのは子供向けではなかった。一つのエピソードでは何も物語が解決せずに次に進んでいく、その間にどんどん登場人物たちの人間関係がどんどん変化していく、何よりも敵が決してそのなんだろうな、悪い人間ではなかった。敵は敵でもものすごくそのなんか人間として生きていく以上を考えた結果として、その主人公たちと敵対している。果たしてどっちが悪いかがわからない。それはまるでなんだろうな、あの中学生にとってはものすごく大人向けのものを見たような気がする。それが何だろう、自分の中でアニメーションの可能性というものを大きく拡張してくれた気がしたんですね。ロボットが鉄砲を持ってるっていう、なんでロボットが鉄砲を持ってるのかよくわかんないんですけど、まるでロボットがその普通の兵隊のようになんか武器を運用するっていうコンセプトも、実はガンダムが初めてだったし、アニメーションに対する見方が変わった。つまりそのぐらいの可能性がやっぱりアニメーションにあるんじゃないかと初めて気づかせてもらった